ジョナサン・ブレイク・ホルダーは、アメリカ合衆国ミシシッピ州ハリソン軍、ガルフ・ポート出身のプロ野球選手。ウトウ・ミギウチ。MLB のシカゴ・カブス所属。2014年の MLB ドラフト6巡目で、ニューヨーク・ヤンキースから指名され、プロ入り。契約後、参加のルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・ヤンキースで、プロデビュー。a スタテン・アイランド・ヤンキースでもプレーし、 2球団合計で12試合に登板して2勝3敗、防御率3.96、34奪三振を記録した。2015年は、ルーキー級、ガルフコーストリーグヤンキース、A 級単派ヤンキース、トリプル A 級、スクラントンウィルクスバリレールライダースでプレイし、3球団合計で23試合に登板して7勝6敗、防御率2.52、90奪三振を記録した。 2016年は開幕を A 級短波で迎えた。AA 級トレントンサンダー、トリプル A 級スクラントンウィルクスバリを経て9月2日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。同日のボルチモアオリオールズ戦でメジャーデビュー。この年メジャーでは8試合に登板して防御率5.2405奪三振を記録した。 2017年は初めて開幕25人枠入りし、ブルペン陣の一角を担う。5月5日のシカゴカブス戦では8回裏に3番手として1回を無失点に抑えると、続く9回表の攻撃で、ブレッドガードナーの3点本塁打で逆転し、チームはそのまま逃げ切って、メジャー初勝利を挙げた2018年は、ブルペンの一角として完全に定着し、 前年を大きく上回る60試合に登板。1勝3敗、防御率3.14、ホイップ1.09と成績にも向上が見られた。シーズンの出だしには大量失点し、マイナーリーグに降格したが、そこで変化球のバリエーションを変更したことで、メジャー復帰後には70日間自責点がなかった。2020年オフの12月2日にノンテンダー、FA となった。 2020年12月17日にシカゴカブスと75万ドルの単年契約を結んだ。平均92.6マイルパーアワーのフォーシーム、変化球ではスライダー、カーブを投げる。ありがとうございます。